はい、皆さんこんばんは。それでは今夜も13日の金曜日やっていきたいと思います。さあ、今日初戦の相手はジェイソンパート3ですね。はい。で、今回はですね、前回の一発撮り動画でも使いましたけど、非常にステルスに優れているこの MJ メイソンですねを使っていきたいと思います。まあ、このキャラの特性っていうのはね、とにかくステルス、ノイズが発生しにくい。一番見つかりにくいですね。しかも、リペアが7もあるんですね。なので、修理もできちゃうと。だからちょっとね、デブチンと、メガネ女子を完全に食っちゃってるキャラですね。二人のキャラがあんまり人気ないのは、この子の方が強すぎる感じですね。なので、使ってる人も一番多いんじゃないかな。まあ、弱点は、足が遅かったりスタミナがないんだけど、それはパークで補えちゃいますと。まあ、リペアが7あれば十分だからね。ちょっとぶっ壊れ。あれ？プロペラあったね。これは？確かボートがすぐそこまで、ありますね。ここ最近の、鬼のようなツモは、この、私が、このプロペラを直してるときに、どっかの女神がガソリンを持ってきてくれるというパターンが続いておりますけども、もしかして二度あることは？サンドアール的な？サンドアールはない、か。まあ、とりあえず直しちゃいましょうか。一応これ直せば、他のカウンセラーに通知が行くので、ガソリン持ってくる、ね、持ってる人が来てくれるかもしれない。そしたらね、一緒に乗ればいい。ただ、二人組だった場合は諦めよう。しょうがない。さて、じゃあ4件並び見ていこうか。今ね、手持ちのアイテム何もないから、まあ、せめて、回復、ナイフあたりが欲しいね。さっき、ちょっと近くに人いたっぽいけども、早々にどっか行っちゃったから、もしかしたらまだ未探索の可能性もある。そこのお家を、家とか、まだなんか残ってるかもしれないから、一応見てみようか。やっぱね、このキャラのいいところは、こういう風に走ってもね、全然ノイズが立たないので、結構、探索に向いてるキャラですね。ああ、開けっぱなしですね。あらあら、開けっぱなしか。ってことはやっぱ探索済みか、ここ。まあ、そらしょっか。誰かいたもんな。とりあえず、バットとかないかな。ガソリンあった。お！ガソリンあったってことは？これもしかして？セルフ女神？自分で、自分を女神いっちゃうか、これ。これは、もしかしてもしかすると、ジェイソン側にとったら相当クソゲーですね、これね。一番端っこの1軒目にスクリュー、つか、プロペラがあって、2軒目にガソリンがある。そしてすぐ近くにボートがある。で、それを運んでるのが、ステルスキャラと。これだから、いつ消えたかわかんないレベルだね。私は多分ね、こんな早い段階で船が消えても多分気づかないね。いや、これはかなり、この間車で逃げたのもかなり早かったけど、それに匹敵するぐらい早く逃げられそう。さあ問題は逃げんのはいいけど、一人で逃げるのか？あれ来るかな？あの人。あ、来てるね。来てるね、一人。これ二人乗りなんで一人だけでは乗せられるのね。ちょっと早く来てほしいけど止まってるな。スタミナ切れか。でもまあ、ボーッと動かさなければ多分ジェイソンには気づかれてないはず。ここは動かさずにじっと我慢しましょう。急いで急いで。スタミナ切れ起こしてんね。でもウェイ言わないな。静かな人だな。オッケー。じゃあゴー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 。さすがにこの速さでボートを動かしたら、ジェイソンも多分ノータッチだと思うね。
このタイミングでたまたまあの瞬間移動とかしない限りは気づかないんじゃないかな。あー、いけましたね。これは早い。久々にまためちゃくちゃ早いですね。これジェイソン取ったら結構辛いだろうな。さあ、あれからですね、他のサバイバーたちのやつを見てたんですけども、いやーやばかった。このジェイソン強かったです。我々が運よく逃げ出せたのは本当に運が良かっただけですね。他のサバイバー全部皆殺しに遭ってます。マジ、いやー危なかった。強い人でしたね。皆殺しです。我々だけ唯一逃げられました。怖い怖い。さあ、ラッキーなことでね、なんとか逃げられましたが、第じゃあ2戦行きましょう。さあ、今回もパート3か。最近パート3増えましたね、またね。2と3が多いです。さて、また同じマップか。I gotta find the others. で、ポップ位置もほぼ一緒ですね。ただ違うのは、ここに、このみ、狭いエリアに4人いますね。4人密集しちゃってるのか。これダメだ。これはあの人が入ってくるね。ちょっと急ぎましょう。ちょっと、まあ、仲間は仲間なんですけど、初動で、アイテム取、同じ家に入られてアイテム取られると、こっちも苦戦しちゃうので。あ、やっぱ入ってきたね。できれば違う家に入ってほしかったな。お互いにいい思いしないんだよね。まあいいや、とりあえず礼儀的にここ閉めとくか。ちょっとあれですね、ここ4人も集まってんのか。よくないですね。せっかくステルスキャラなのに他のその騒音で自分バレちゃいます。まあ何も取れなかったけど、橋渡った先が誰もいないっぽいので、これはちょっとね、移動に適してる私が一人で移動しましょう。ちょっと手間になっちゃいますけど、まあ私ほらほとんどノイズ立てないので、多少大胆に動いても察知される心配はあんまないかな。ね、こんなど真ん中歩くのは結構危ないように、この辺ね、家が遠いのでちょっと危ないんだけど、ちょっとスタミナを回復しつつ、行きましょうかね。やっぱその、スタミナのブーストと、回復アップをつけると、弱点であるね、その、スタミナの部分は補えるので、かなり逃げやすいキャラになってるかなと思います。まあ、ただ戦えないのと足は遅いのはね、ここはもうどうしようもないっていうか、あれ？あれこれ襲われてるね、この家。あ、でも、開いてる。鍵も閉めた跡がないな。ん？照明弾も置きっぱなしだな。ガラスが2箇所割れてるけど、どっちのバリ、あ、やべ。今、ナウでいるのか、これ。なんで？なんで誰もいないのになんでいるんだ？なるほど、なるほど。はいはい。ヒューズか。まだ仕掛け来てんのかな？ヒューズあった。いや、ラッキーだけど、ちょっとこれは、やばい。あれ？消えた。まだステルス使えないはずなので、罠を置きに来たのか。で、ほら、このキャラが、音を立てなかったので、多分、センスを使わなかったんだね。気づかなかったんだよ。あ、これはラッキーですね。このキャラの特性が生きてますね。さあ、罠どうしよっか。あれ？罠はない！え？今のジェイソン何しに来たの？まあいいや、ラッキーだね。いや、これ早いね。今回も早いよ。多分開始5分ぐらいじゃないか、まだ。このタイミングで電話できるって結構早い。多分ジェイソンの心折ってくやつですよ。You need to get every
last motherfucking cop out here to Camp Crystal Lake. いやでも、Jason、電話がある家でヒューズが手に入るってやばいっすね。It's Jason! He's back! さあでも、あんまり楽観視できない。電話をバレるから、飛んでくるはず。絶対飛んでくる。できれば、遠い家に走りたい。飛んでくるはず。一応走ってもね、ノイズが立てづらいので、追跡しづらい。飛んでこねえな。あ？飛んでこないね。あれか？誰か追ってたのかな？タイミング的に誰か追ってたのかな？まあ、ではラッキーですね。とりあえず、そうっすね。うわぁ、回復とかナイフ欲しいな。なんもねえか。ただやっぱり、相当早い時間に警察呼んだんで、まだ結構カウンセラーが生き残ってる。上に一人いるし、西側に二人か。なので、まとまって出口を目指せば、逃げれそう。後半になってね、一人とか二人しかいないときに、警察に逃げ込むのは結構難しいけど、この速さだと、ジェイソンもまだ、ね、大勢わざわざ行かれちゃうと逃げきれないからね、倒しきれないからね。これはラッキーだね。相当速かったな。自分の動画の中では最速か、これ、警察呼ぶの。ね、一軒目、二軒目の家で、ヒューズを取って、その裏で直すって、多分では最速かもしれんな。警察呼ぶの。すごいね、鬼のようなツボですね。隣の家に一人、奥にも一人来てるから、ここで、一旦籠城しようか。ね。多分あの人もこっち来るだろう。で、三人で固まって、警察目指せば、まあ、見捨てられる可能性もあるけども、相当、生存率高い。はーい。無言で開けてった。無言で立ち去ってくね。まあ、西側にも3人いるから、どっちに転んでも、これジェイソン側にしてみたら追いづらい。ね。やれて二人だね。最悪誰もやれない。あと一分切ったらじゃあ行こうか。あ、これはジェイソン撮ってみたらすごいクソゲーですね。何もしてないのに、いきなり警察呼ばれて。おい。はっ！回線切りやがった！あー、まあまあそうか。いや、どっちかわかんないです。本当に事故で回線切ったのかもしれないけども、これジェイソンが落ちましたね。というふうに思うんですけど、よくある。ジェイソン側がクソゲーだった時は、切る人多いんですけど、切ったかな？回線落ちっぽくなかったかな？なんかもう嫌になっちゃったっぽいね。キルも取れてなかったっぽいし。ほとんど生きてますもんね。回線切りっぽいですね。はい、それではですね、ラッキーなことにですね、2回とも、とんでもないスピードで、攻略しちゃいましたけど、まあまあまあ、攻略してもね、2戦目はやっぱちょっと回線落ちというか、本当に回線落ちかはわからないですけど、でもだいぶジェイソンの心を折っていくようなプレイでしたね。じゃあ今回は、また、そうですね、結構やっぱリペアが強いのがね、見て良かったので、この子もやっぱちょっと車修理とか狙っていきたいもんですね。車修理の4人脱出とかのものね、できたらやってみたいもんですが、ちょっと難しいかな。うん。とりあえずまあ、アイテム探していきましょう。本当に、これね、この子の能力ってわけではないんですよ。
単純にリアルラッキックかこれ。まあ、ではまあ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 、とりあえずヒューズを取ったので、じゃあ電話ボックスを探しましょうか。まあでもこのタイミングで電話ボックス発見できたら最速ですね、本当にね。さすがの私も笑いがこぼれますな。あ、ちょっと待って、いやーこれつきすぎでしょ。まだ開始1分ぐらいしかやってないんじゃない。ちょっとでも待って待って待って、まだまだこれで警察、あ、ガソリンもあるね。警察呼ぶと私が逃げれないので、一応アイテム見よっか。お、鍵もあった、すげえな。とりあえずなんかあと一個ポケットナイフとかねっか。まあ呼んじゃいましょうか。とりあえず呼んだら、そうっすね、右側の3人集まってるところに猛ダッシュしましょうか。どんなに最速で呼んだとしても死んだら意味ねえからな。とりあえず仲間のとこへダッシュしましょう。開けときゃよかったかな。さあさあ、ダッシュダッシュ。今シフトが解放ですね。ジェイソン側やっとシフトが解放。いや、これはジェイソン撮ってみたらマジでクソゲーだな。とりあえず仲間と協力すれば逃げられそう。あれ、あ、車直ってるね。フォードアの車直ってる、すごいな。速攻で警察呼んで、速攻でフォードアの車直ってんだ。そうか、じゃあ私以外にもみんな他の祖母すごい激運で積もってるわけですね。てか、じゃあ私鍵持ってっからこれで脱出できますね。まあ、しなくてもあと3分40秒近くで、まあ、警察で逃げれるんだけど、まあ、せっかく直しただったら使おうか。そこを歩いてる人は来るかな。一応合図、あー気づいてないな。何語だそれ。何語だろうね。まあいいや、とりあえず動かしちゃいましょうか。下の方に固まってるね。どうすっかな、多分あの辺にジェイソンいるだろうから。つってももうあと3分だからね、私速攻で警察呼んだっていうあれもあるので、まあ逃げちゃいましょうか。多分他の人も逃げ切れるはずです。じゃあちょっと、まあ、警察呼んだ功績を叩いてちょっと逃げさせていただきます。むしろこれで私がターゲットを取ってると、場合によっては他の人も逃げやすいかもしれないしね。とはいえこれ曲がってすぐ右行けば出れちゃうんだよな。どうしよっかな、ちょっと簡単すぎるな。いや、じゃあ仲間を迎えに行きますかね、左側のちょっと危ないけど行ってみよう。あとどうせ2分ちょっとだし、最悪粘れば。えい、え、カモン、気づいて。そこに3人いるんだけど気づかねえかな。1人来たね。1人だけですね、来てんの。あそこの家の中にいるやつは、あれなんだろう、襲われてんのか。襲われてるっぽいね、電気消えてるし。じゃあちょ、出ましょう。さすがに襲われてんじゃ出ちゃいましょう。まあ、どうせあと2分で行きます。先にじゃあ私たちはおいともさせていただきますね。ああ、来た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 、ジェイソン。オッケー、遅いよ。でもいや、これはすごいですね。これ忘れたってまだ5分ぐらいしか経ってないんじゃないの。開始1分ぐらいで警察呼ばれて、3分ぐらいで車が動かされて、5分で2人逃亡。
で、あ、トミーが一人いるのか。でも5人ぐらい今いるね。5人にいるのか。まあ、トミーがいるってことは一人やられたみたいだけど、それでも、まあ、トミーが、として帰ってきてるんで、今、フルメンバーいるわけですよね。我々二人以外。それで、あと1分で警察が来ると。これは、これはね、心折れますね。いやー、これはジェイソン側の精神が、私だったら発狂してますね、これ。クソガーって。一人もやれないんじゃないか、さすがにこれ集まられてると。ああ、お気持ち接します。これはね、運がなかった。それかこっちが運が良すぎた。こういうマッチもあるんですね、やっぱりだから。ジェイソン強すぎというか、言われる時もあるし、カウンセラー強すぎってことがありますけど、これは強い弱い関係ないですね。2回連続でジェイソン、お母さんのところに帰ってきませんでした。私一応エスケープもらいましたね。はい。ジェイソン以外全員いますね。はい。まあトミーですけども全員生存しております。こういう街ってあるんですね。はい。